ハイボールとは、カクテルの名称。ウイスキーを、ソーダ水で割ったものが元祖であるが、講義では、スピリッツ、リキュールを、ソーダや、トニックウォーターなどの炭酸飲料や、フレッシュジュースなどアルコールの含まれていない飲料で割ったもの全般を指す。日本では、焼酎や、ウォッカなどをベースとしたカクテルを、焼酎ハイボールと呼んでいる。ボール信号機ウイスキーのハイボールの例語源については、諸説ある。 開拓時代のアメリカにおいて蒸気機関車による長距離移動の時に途中で水の補給のための停車の際棒の先にボールをつけたものを掲げて合図したその時にバーボンのソーダありのサービスがあったことから同じくアメリカの鉄道でボール信号というのが一般的に使用されていたボールが上がっていれば進行上がっていなければ停止である駅員が 隣の駅のボール信号を望遠鏡で見ながらバーボンをチビチビやっている時にボールが上がったら列車が来るというのでソーダ水を入れて一気に飲み干して駅に行ったことからイギリスのゴルフ場のカウンターでウイスキーを飲んでいた人が急に自分の打つ順が来たことを知らされ慌ててそばにあったチェイサーにウイスキーを開け飲んだところ非常に美味しかったそこにたまたまハイボールが飛んできたから 炭酸の泡が上に上がっていく様から、列車のボール信号とかけて、早く飲み干し、出来上がる、出かける、といった写楽。バーテンダー発祥地のバーテンダー養成学校では、1、または2で言及されている、ボール信号が語源になっていると教えている。一方、サントリーは公式サイトで諸説のうち3が一番有名な、説だと述べている。ありがとうございます。